先ほどの試合お疲れ様でした。まずは本日の試合の振り返りをお願いします。まあ、今日はトスさんが結構うまいサッカーをしてくるので、まあ、自分たちは受けにならないでしっかり食いついてしっかり耐え抜いてチャンスをしっかり決めきようっていう思いで自分が決めれて勝ってよかったです。ありがとうございます。では次の試合への意気込みをお願いします。まあ、今年チームで掲げてたベスト4を達成できたんですけど、まあ、ここまで来たからには、まあ、優勝しか狙ってないので、まあ、次しっかり勝って決勝で優勝できるように頑張りたいです。ありがとうございました。